インターネットを介して男と知り合い、犯罪被害に遭う女性が後を絶たない、かつてはネット掲示板がその舞台だったが、今では Facebook や LINE、Twitter、m i x i など新たな手段へと広がっている、利便性は高いが、顔の知らない者同士がつながることで、様々な危険性もはらんでいる、4月7日、栃木県警宇都宮東署は、中学3年の少女にみだらな行為をしたとして、 埼玉県青少年健全育成条例違反容疑で、東京都内の AV 男優の男を逮捕、男と少女は昨年末に無料通信アプリ、LINE を通じて知り合った、やりとりを続けるうちに、直接会おう、という話になり、2月23日に埼玉県内で初めて顔を合わせ、埼玉市内のホテルでみだらな行為に及んだ、男は4月17日に略式起訴され、 同時続けで罰金30万円が言い渡された SNS と呼ばれるインターネットのサービス距離や時間に関係なく人とコミュニケーションが取れる加害者の男と被害者の女子中学生も無料通信アプリ LINE を通じて知り合った今回の事件の場合男が言葉巧みに少女を誘い出すというイメージが先行するが少女が AV 男優と知り合うきっかけは何だったのか 考えられるのは昨年7月、この男が BS 放送のバラエティ番組に出演したことだ。番組の内容がインターネット上で話題となり、それまで男の名前を知らなかった女性や未成年者たちが、男のことを知るようになった。取り調べで、男は番組出演以降、ツイッターなどを通じて、女性から誘いが来ることが多くなった。と話したといい、若い子に興味があった。 とも話しており、多くの誘いの中から少女を見つけ出したのかもしれない LINE を通じて男と知り合った少女は2月23日栃木県から埼玉県まで会いに出かけた事情を知らない両親は夜遅くなっても帰宅しない娘を心配して警察に届け出た翌日帰宅した少女から警察が事情を聞き男との関係が発覚した男は罰金刑を言い渡された後 に自分のしたことは決して許されることではありません。自分は甘かったと,思いますと反省の言葉を書き込んだ今回の事件はインターネットを中心に話題となり多くの人が知ることとなったが SNS が絡む事件は多い4月24日栃木県内で男が LINE 上で20代の女性を脅して現金を奪ったとして恐喝容疑で逮捕された。 2人は出会い系サイトを通じて知り合い、LINE でやり取りをするうちに親密となり、女性は男の要求に応じて裸の画像を男に送るなどしていた。女性が金銭の要求を断ると男の態度は一見、写真や動画を他のやつに売ると脅し、5万円を振り込ませた。捜査関係者は、顔の見えない相手を兄に信用せず、親は子どもの携帯電話などに閲覧制限。 フィルタリングをかけるなど注意をしてほしいと呼びかけている。